わざわざ同行するとは物好きなやつだな。どうした団長、少し顔色が悪いぞ。あんたが何でも相談に乗ってくれるっていうパーシバルさんかい？そのような安い通り名をもらった覚えはないが。でも燃えるような赤髪の男ってあんたのことじゃ。確かに俺がパーシバルだ。で、一体何の用だ？この辺りの海域で取れる高級食材のアバロニか。アバロニを知ってるのかい？ああ、ちょうど今海洋学についての文献を読み漁っていたところだな。なら話が早い。お願いだ、どうか俺たちの力になってくれないか。このままじゃ俺たちの生活が。やれやれ、民の悩みを解決に導くのも王たる者の宿命か。引き受けてもらえるのか。ありがとう。これで漁協のみんなも大喜びだ。何？俺はフィールドワークに興味があっただけだ。おいおい、トサカの兄ちゃんのやつまた勝手に引き受けやがって。私たちもお手伝いしましょうかね。この程度の依頼、俺一人で十分だ。これは俺が引き受けた問題だからな。カスクさん、漁師たちよ、早く俺を案内しろ。この程度の依頼、俺一人で十分だ。これは俺が引き受けた問題だからな。家臣どもはここで休んでいる。さあ、漁師たちよ、早く俺を案内しろ。おい、団長、具合が悪いのか？船酔いしそうなら、遠くの景色を見ろ。一体何事だ？マルモッコ様だ！マルモッコ様が出たぞ！これがマルモッコか。知らぬ間に俺たちが縄張りに入ってしまったのか。以前はここまで凶暴じゃなかったんだが、最近マルモッコ様が漁船を襲うんだ。ここは俺が相手をする。団長は怪我人の手当てを頼んだぞ。はあ？やるな。パーシバルさん、マルモッコ様はむやみに殺しちゃダメだ。分かっている。元より殺すつもりなどない。この度はすまなかった。無断でお前たちの縄張りを犯したこちらのヒレを許してくれ。おいおい、それ以上近づいたら危ねえって。大丈夫だ、俺たちに敵意はないと伝える。さあ、ここは俺の顔に免じて怒りを鎮めてくれないか。
安心しろ。決して危害は加えん。皆に騒ぎ立てられて日が経っていたのだろう。さあこれで痛み分けだ。お前の身の安全は保証する。俺の言葉を信じろ。俺たちを許してくれるか。なんてことだ。マルモッコ様が人間に懐くだなんて。そんなにすげえことなのか。ああ、この辺りの漁師たちはみんなマルモッコ様と関わりすぎないよう距離を取ってるからな。とにかく今はパーシバルさんとマルモッコさんを手当てしましょう。なんでかカニばっかり増えやがってよ。団長さん、こいつらはガツンとやっちまってください。おいよ、今度はオイラたちに任せとき。問題ない。この程度のかすり傷ではハンデにもならん。邪魔だ、そこをどけ。もこさん、もこさん、ほらほら、ご飯ですよ。キュンキュン、キュキュキュン。うわー、ほらほら、見てください。やれやれ、そいつはペットじゃねえんだぞ。モコさんが石で貝を割って器用に食べてますよ。本当に可愛いです。Bの言う通りだ。ゆくゆくは自然に返すのだからな。度を過ぎた接触は互いのためにならない。ごめんなさい、マルモッコさんがついつい可愛くって。ルリア、気持ちはわかるが、マルモッコのことを真に思うならだ。そうですね、これからは気をつけます。ああ、引き続きマルモッコの世話をよろしく頼む。はい、私に任せてください。モッコモク、マルモッコか。カニやウニなどを好んで食べ、ケルプの森を住処とする。その毛皮は高級品として珍重され、高値で取引されるか。あの漁師たちは、マルモッコと距離を取っていたが、ケルプの森、そこに生息する生物は食物連鎖によって均衡を、が減少することによってその均衡が崩れ、ケルプの新芽が食い荒らされる。なるほど、そういうことか。今夜の結果次第で俺たちのアバロリの問題も解決するって一体どういうことなんだ。なんなトサカの兄ちゃん、ここで待ってりゃいいのか。ああ、おそらくな。今は俺を信じてくれ。
あの船は。今夜は俺ら以外に船は出てないはずだが。いいから待て。こっくり、登坂の兄ちゃんの言う通り本当に現れやがったぜ。くそ、一体誰がこんな真似を。家臣ども、準備はいいか。はい、私絶対に許しません。おう、俺たちも戦うぞ。いい企画だ。だが戦闘経験の浅い者は後ろに下がっていろ。さあ、今だ団長、俺に続け。待ち伏せだと？なんてバレたんだ。てめえら、俺たちのマルモックを横取りする気か。ふん、汚らわしい。貴様らのような密漁者と一緒にするな。俺たちの神聖な海を荒らしやがって。マルモッコまで。うさ、今ここで消し済みにしてやろう。命だけは。登坂の兄ちゃん、待て待て、早まるなって。パーシバルさん、傷ついたマルモッコさんたちを早く助けないと。こいつらの処分は後回しだ。団長、衰弱したマルモッコから先に保護するぞ。おそらくマルモッコたちが漁船を襲うようになったのは密漁者たちに対する防衛本能が原因だろう。オイラたちを密漁者と間違えて襲いかかってきたのか。なるほど。それでアバロニの件は。実はな、アバロニの現象にはこのマルモッコの密漁が関わっている。どういうことですか。まずはこの文献に目を通してほしい。なんだか難しいです。まあ待て。この文献から俺が導き出した仮説なんだが、結論を言うと、マルモッコの乱獲が行われたことでこの海域の生態系が破壊され、それに起因してアバロニが減少した。乱獲？生態系の破壊？でもマルモッコ様はアバロニを好んで食べるはず。マルモッコ様が減ったらアバロニが増えるんじゃ。ああ、一時的に増えるかもしれない。だがマルモッコが主食としているカニやウニも同時に増えることになる。確かお前は以前にカニが増えていると言っただろう。ウニはどうだ、増えてはいないか。ああ、確かにカニやウニが増えてたような。マルモッコという天敵が減少し、カニたちが増え続けるその陰でウニたちも増え続けていたんだ。そうしてウニたちが増えることで、次はケルプの森が食い荒らされる。アバロニはケルプの新芽を主食とする。
ケルプの森から新芽がなくなったら、アバロニはどうなる？ご飯がなくなって死んじゃいます。そうだ、これが俺の考えるアバロニが著しく数を減らした原因だ。そうだったのか。すげえ、トサカの兄ちゃんって学者みてえだな。いや、まだ仮説の息を出ないからな。今後も観測を続ける必要がある。だが、領主よ、先人の知恵とは素晴らしいものだな。先人の知恵？何のことです？いや、代々お前たちがマルモッコたちと適切な距離を保っていたのは、きっと人間とマルモッコたちが共存していくための知恵だ。こたびの依頼は俺にとっても学ぶところが多かった。行くぞ。パシバルさんはお別れしなくていいんですか？人間になれすぎてしまえば、マルモッコたちの身に余計な危険が及ぶことは明白だ。まあその通りなんだけどよ、最後ぐらいいいんじゃねえか？いいから出せ。たちが親愛の情を示すときに行うパフォーマンスです。ですが群れ全体でこのような行動をするなんて、こんなの初めて見ましたよ。ありがとう。この海はお前たちに任せた。次の夏も、またその次の夏も、変わらずこの美しい海を見せてくれ。